おはようございます。いい加減配信。お騒がせ YouTuber、UFO チャンネルの UFO です。今日はですね、平成5年じゃない 令和5年3月17日金曜日ですね。今日は、私の絵の師匠で、宮井陸郎さん、シャンタンさんっていう人の一周忌に当たります。3月17日というわけで、今朝、新聞配った後、私今新聞は自分の家の周りを、近くを通って、ちょっと離れたところのシャンタン地があった、シャンタンさんの家があった、地区の新聞をぐるっと配って、だいたい70部ぐらいかな、配ってるんですけど、そこの近くにシャンタンといつも、平和の水を入れてた鯉は、シャンタンは鯉が好きだったんで、鯉のことをずいぶん心配してましたけど、そこへ平和の水を入れて、で、今朝お焚き上げをさせていただきました。大変ね、火のつきの悪い時はもう全然何回、どんだけマッチを吸ってもすぐ消えちゃうんですけど、今朝はまあ、風のないのもありますが、一発で、火が起きまして、焚きつきまして、大変柔らかな、シャンタンっていうのは平和っていう意味の、サニアスネームっていうんです。で、小鳥が鳴いてですね、カラスも静かに喜んでる感じでした。よかったなと思います。で、今日はちょっと時間を、気にしないで、シャンタンの、思い出などをお話ししたいなと思います。シャンタンって人は、僕より30歳上なんですね。違うか ?20 歳上なんです。昭和25年。15年生まれ。昭和15年生まれで、1940年生まれでね、3月の13日、つい最近、誕生日があったばっかりですけどね、今年で、82、3歳になると思います。生きてればですよ。83歳のお誕生日です。お誕生日だったんです。で、タイレンっていう、戦争中だったんで、お父さんがあっちで授業されてて、かなりお金持ちだったみたいですけど、戦争終わるときに引き上げてくるのに、もう命からがら一家して引き上げてこられたそうですが、その時結構、大変な状況ではあったんですけど、シャンタンは、みんなが、本気になって、サバイバルだから、それを、楽しんでたみたいですよ。5歳ぐらいじゃないですかね、終戦だから。5歳、まだ小さかったと思いますが、それでも大変だったと思います。で、島根県の方へ、お父さんの実家があって、そこで、大きくなって。島根の方ではよく鮎を手でこうすくなんか すごく上手だったみたいで、そんな話をよくしてましたね。から早稲田大学に入学されて、その当時は安保の学生運動の盛んな時だったんで、
で、まあ、ちょっと、はい、やったらしいんですけど、すぐ、あ、これじゃダメだっていうんで、芸術の方、アートの方へ移っていったみたいですが、結核かなんかで入院された時に、その院長さんにすごく大事にされて、自由になんかさせてもらってたみたいで、で、退院する時に資金ももらって、当時なんかすごい大きなお金をもらって、で、カメラ買って、それで映像作家になったっていう話をしていました。で、入院は生活は良かったって言ってましたけどね。その後、お医者さん、病院大嫌いでしたけど、で、まあ、いろんな、今、結構美術館とかでリバイバルの上映なんかされたりして、イギリスとかアメリカからも招待されたような、映像だったみたいですけど、その他にもディスコの走りをやったりとか、プロジェクトマッピングの、先駆者みたいなのがウィキペディアに出てるそうです。で、自慢してましたけどね。僕はなったのかな？今日の。朝ね、新聞、今日の新聞は、朝刊一面トップが、日韓の交流がまた復活するっていう合意された、シャトル外交っていうんですか、それが再開されるっていうのが合意されたっていう、でかく出てまして、それも僕がやったんだよっていう感じで、自慢してるような顔が浮かびました。平和ですからね。そんな気がしましたけど。で、アメリカのウォーホールって有名な、今もう1枚が何百億ってするような絵を描いてる、シルクスクリーンですけどね。スクリーンだから何枚も刷れるんで、どん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 、もうすごいお金持ちだったみたいですけど、今もファクトリーってのがあって、そこで、彼の絵は販売されたりしてますが、で、そこで、日本へ最初に、招待。それもなんか、自分がすることになってたんじゃないんだけど、なんか、そういう役目が回ってきたっていうことで、アメリカ行って握手した瞬間に、自分はこの人にはかなわないっていうことを直感で思って、で、インドへ行く流れになったみたいで、インドで和尚っていう、ババワンじゃない、あれは何て言ったっけ。僕の若い頃には、奇跡、もう何も出てこない。今、和尚って言うんですけど、その時、当時は違ったんだ。なんて言いましたっけね、あの人は。まあいいや、その人の、プーナってところに、そういう瞑想のセンターがあって、そこで、和尚の弟子になって、サニヤ神って、そこでシャンタンって名前をもらったみたいです。で、その和尚が亡くなった後、ちょっと、かなり動揺っていうか、まあ、集まってるメンバーの人もそうだと思うんですけど、今に帰ってくる時に空港で、すごいエネルギーを受けたのが、バガバンっていう人で、で、バガバンっていう人も、まあ、インドの覚醒者ですけど、で、和尚の場合は人間の超天才だって言ってましたが、バガバンは神のアバターだって、シャナが言ってました。で、そこで、ディクシャギバーって、
宇宙のなんかエネルギーを、バガバン経由でみんなに伝える、そういうことにできる人になったみたいで、私も一応ディクシャギバーではあるんですけど、今な別の名前になってるのかな、ゴールデンなライトワーカーはなとかいいんですけど、そういう感じですね。で、日本インドにいたり、タイとか東南アジアで結構いたみたいですけど、日本へ帰ってこられてあちこち行ってて、でエナに、6年ぐらい晩年亡くなるまで、最後の1ヶ月は富士宮で、マンションで、ちょっと苦しそうでしたけど、前日に電話かかってきてお焚き上げしてくれって、明日か明後日でいいですかって聞いたら、今やってくれって言って、で、まあわかりましたって言ってやりましたけど、なんかそれで楽になったような感じはしましたけど、17日の朝お世話してた人が気がついたらもう、眠るようになくなってたということです。で、私にその時に、最後の電話で言われたのは、中華民国をよろしくって言われたんですけど、どういう意味か今まだ分かってないんですけど、誰かどなたか分かる方おられたら教えてください。中華民国をよろしくって言われましたから、みんなで仲間、親しい人たちが駆けつけていくと、前も話しましたけど、亡くなっているんだけど冷たくなって顔触ったりしても冷たいんですけど、顔がどんどん輝いて柔らかく笑うんですよ次ね、仲間の人が来るとなんか楽になった感じの、すごい、そういうのは見たことなかったので驚きましたね。とても綺麗な優しい顔でした。え、そんな話でもう13分ぐらいですけど、今ちょうどそのシャンタンと浄化に行った時の旅を元に、こういう小説に、結構これがね、毎日1枚ずつ書いてね、もう5年になって、今日書いたところはちょうどその、シャンタンのやってたゆるゆる瞑想の場面なんで、ちょっとこれを読ませてもらいますね。君は緊張体質だね、本当に。典型的な日本人だよ。韓国人、ベトナム人と並んで、世界三大緊張民族の一つが日本人なんだよ。その人はそう言って笑った。私がその人の部屋が散らかっていたり、庭が草で生い茂っているのを気にして整理したり、草を知ったりした時だった。和尚は自分の庭は手入れさせなかったんだ。野生のエネルギーをそのままに しておけと言ってね。日本の庭師の心得の悪いサニヤ神が剪定しようとしたら怒ったんだよ。さもおかしそうに言った。そうは言ってもと私は思ったが、言われた通りにした。その後さすがに部屋の整理や掃除は喜ぶようになり、それも私の仕事の一つになった。それでも何かにつけて几帳面な私の性格を指摘し、瞬間にくつろぐようにと助言した。その人の瞑想は、和尚からの伝授されたものではなく、自分が縄文時代にやっていた瞑想法を思い出したといい、丹田を中心に体を揺らして緊張をほぐしていくというものだった。セミナーの時などは、参加者を輪にして行った。
その人のサニヤス名の意味が平和を示すように、その輪の中には穏やかな平和な静けさが広がっていった。私も何回か参加したその瞑想会には、自分と他の人の垣根が自然と取り払われていくのを感じた。幸せな気分の波が隣の人から伝わってきて、もう一人の隣の人へと伝わっていった。私はそれまでにも曹洞宗の禅寺などで座禅の体験などはしたことはあったが、それとは全く異質で、ゲームや遊びのような感覚のうちに自分の内面に深く沈潜していくような体験となった。その人は参加者全員に隣の人と手をつなぐように言った。そして頭のてっぺんから宇宙の光を吸い込んで、足の裏から地球の中心にその光を届けるようにイメージする誘導をした。そしてまた反対に、大地のマグマから光を吸い上げて、北極星にその光を届けさせた。それを何回か繰り返して、自分の体を北極星と地球の中心をつなぐ光の柱になるようにと言い、また全体も大きな光の柱を立てた。ここに大きな光の柱が立ちました。と、その人は言った。まだこれ原案ですのでね。どうなるか分かりませんけど、ちょうど今朝、ここの、これ、こういうふうに書くつもりはなくて、書いてたら光の柱が出てきたので、俳句もこんなのを読みましたね。目の裏に光の柱、春の夜だったかな？春の夜だったと思いますけど、そんな俳句を作りました。本当にあの光の柱っていうのは、なんか宇宙船から見たら見えるときがあるっていうのは、誰かの写真に出てたりしましたけど、その時の光の柱がそうかは知りませんけど、なんか時々光の柱は見えるそうですよ。見える人には見えるのかな？見えない人には見えないと思いますが。はい。そういうことで、私は今日ですね、天理教の自分の教会の信者さん、ご婦人方ですけど、と一緒に、西洋のバイロアンってとこで、お弁当を作ってもらって、そこで食べようっていう話になってて、あ、どっかいいとこないって言われたんで、じゃあ、梅が今ちょうど見頃だからって言ったら、じゃあそこにしましょうってことになって、行くことになりました。バイロアン、シャンタンも大好きなとこだったんで、まあ、そこでお弁当を食べて、シャンタンの分までごちそうを食べようかなって、ごちそうっていうか、とても、料理の上手な人なんで、美味しい弁当をいつも食べさせてもらえるんですよ。そんな風で今日一日を過ごさせてもらおうと思ってます。絵もね、時々見せてるこの毒リンゴの絵がもうこういう感じで、もうそろばんの玉の書き入れたら今日完成するんで、これは一周忌のお供えになるかなと思って、おります。悟りなどどうでもいいの仏の座。悟りなどどうでもいいの仏の座。こんな絵になりました。なんかこれ UFO みたいじゃないですか。書いてるうちに俺は UFO だなとか思って書いてますが。もしよかったらこの絵、どなたか買ってください。
そういうことで20分過ぎました。皆さんも、9時だからもう仕事をされてると思いますが、後で見て、それぞれに一瞬一瞬を大切にお過ごしください。Have a nice day. Goodbye. ゆほチャンネルお願いします。ありがとうございました。